こんにちは、気候士のコウです。今日はですね、いつもお世話になっている久美先生がどうしても気候のことを質問したいというのでそんな動画を撮っております。あ、そういえば話は変わるんですけど、久美先生がですね、去年私のことを東京に4回ほど呼んでくださって、気候のセミナーなどを開催したんですよ。で、今年は久美先生いかがですか？されますか？そうですね。あれ、クナリニの講座を、はい、はい、クナリニの講座ですね。はい、うんうん、そうですね。私が主催という形で、はい、東京で何回ぐらいになるのかちょっとわかりませんけど、うん、一応前は単発でやってたんですけど、うん、今回はちょっと続けて、まあ4回とか、まあ5回くらいになるのかもわかんないですけど、はい、クナリニをこう、全て落とし込むみたいな。はい、楽しみですね。そういうのやりますかね、と思ってますけど。はい、とてもいいですね。はい、では、実現できるように、したいと思いますので、興味のある方はぜひご参加くださいませ。はい。では、前振りはこの辺にしておいて、では、久美先生、質問してください。はい。そうですね、気候、私はもう全然なんかテレビで見て、はい、やっぱりこう気を出して人をすっ飛ばすとか、うんうんうん、そういうののイメージがすごく強くって、うんうん、あんまりこう知らなかったんですけど、はい、こうさんと会って、あ、気候っていうものがこういうものなんだっていうのがだんだんこう分かってきてはいたんですけど、はい、まだまだちょっと分からない部分が多いなっていうのがあるんですね。で、コウさんは気候と、はい、まあ、スピ系ですよね、多分ね。まあ、はい、気候はまあ気候なんですけど、はい、スピリチュアル系のような形で、軽くこう分けてるような雰囲気でよくお話をされているので、うんうん、そこをもう少しこう深く聞かせていただけたらいいなと思ってます。はい、ああ、はい。そうですね。私がしている気候っていうのは、結構、科学とか、医学とか、そういう、こう、根底にですね、理論的なものがある気候なんですね。で、スピリチュアル系っていうと、どちらかというと、その、宇宙とか、そういう、こう、科学で、こう、立証できないような話が結構多いと思うんですよ。そういった点で、こう、私の中で、こう、区分けがある感じですかね。結果として、例えばヒーリングであれば、相手の体を治したり、っていう結果としては同じことが起きるので、ヒーリングっていうくくりにはできるとは思うんですけど、ただ、その使っている理論ですよね、理論が違うので、区分けをしてます。ということは、スピリチュアル系っていうのも、はい、結局、はい、まあ、精神世界のことじゃないですか。うん、そうなのかもしれませんね。そうですよね。はい、やっぱりこう世の中って、例えば 100% だとした中に、理解できる部分、はい、理論的な部分って、うん、多分ちょっと少ないと思うんですよね。そうですね。はい、知覚できていない、認識できていない部分っていう方が多分大きいと思うんですよ。うん、で、多分ここの部分をスピリチュアル系とか精神世界っていうところだと、うん、皆さんも多分認識してると思うんですね。うんうん、で、コウさんはじゃあこっちのこう理論がベースのここを使いつつ、この見えない精神世界の方にも、うん、アクセスしていると、そういう感覚ですか？ああ、でも確かにそうですよね。見えない部分の、うん、理論に関しては、やっぱりでもそこはスピリチュアル系の考え方とはまた違う方向性があってですね。私の場合は、まあ仏教を取り入れてたり、あとは、哲学で、今の最新の哲学で分析哲学っていうも分野があるんですけど、そういう分析哲学の知見とかを使って考えたりします。ただスピリチュアル系を全くその否定してるわけではなくて、何を使って理解してるか、ただそれの違いですよね。ということはですよ、例えば、全然そういう知識とかがないんですけど、はい、そのヒーリングとかをして、やっぱり劇的に治ったりとかっていう現象があるじゃないですか。そこは別に、はいはい、あ、それはそれでありだよなっていう感覚でいいんですかね。ありじゃないですか。治ればいいですからね。面白いですよね。
だ多分コウさんの方はその頭で理解できてるその理論っていうところがきちんとベースとなっていて、うん、そこからこうアプローチをしていくっていうこう確たるものっていうのかな、はい、そういう感覚で普段も施術をされたりしてるってことですよね。そうですね。もともとシステムや、システムエンジニアだったのでシステム屋だったので、はい、そういうふうにですね、こう、理論立てていかないとなかなか理解できないんですね。なので、こう、ふわっとした内容を聞いても、全然こう、頭に入らないんです。やっぱり向き不向きがあると思いますね。ってことは、講座のあれですよね。講座なんかやってらっしゃいますけど、やっぱりそういう理論がすごくベストあるので、はい、そうですね、理解しやすい感じから、その見えないところにアクセスをしていくということが流れでこう習得できるみたいな、はい、そういう感じですよね。そんな感じですね。じゃあ、クンダリーニの講座もそういう感じで行っていくんですか？クンダリーニの講座もそのような感じで、まずは理論的にどういう現象が体に起きるかとか、そういうことをお伝えした上で、実践ワークをしていきたいなと今考えてます。はい、わかりました。はい、素晴らしい。ただ誤解の内容にお伝えしたいんですが、スピリチュアルが例えば正しくない、科学が正しいみたいな、はい、そういう正しい正しくない論ではないんですね。はい、そこだけは覚えておいてほしいです。はい、はい、もちろんそうですね。はい、わかります。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと次にでは行きたいと思います。はい。はい、気候では、こう、あまり、チャクラっていう言葉は聞かないなって感じるんですね。はい、うん、そうですよね、うん。はい。そうなんですね。私がコウさんとこう喋ってるときに、まず最初の頃ですけど、はい、ハートチャクラがね、なんて話をしたときに、ハートチャクラって、みたいな、どこに、どこにあるんですかねとか、はい、色は何色なんですかねなんていう話をしたの、すごい鮮明に覚えているんですね。うん、はい。はい、気候ベースで言うとこのチャクラっていう、まあ、うん、まあ、概念というんですかね、共通認識だと思うんですけど、その辺はどう考えてるんですか？はい、気候ベースで考えるとですね、チャクラはやっぱり物理的には存在してないものなんですが、この自分の意識的にはですね、作り出せるものだというところを今分かりました。当時ですね、本当にチャクラとか全然分かってなくて、気候だと、下から下丹田で、真ん中の中丹田、ここがハートチャクラですよね、中丹田で、額の上丹田っていう、丹田っていう名前で、扱ってるんですね。で、丹田も物理的には存在しなくて、自分の意識的に存在させることができるものなので、そこから、あ、なるほど。丹田とチャクラって結構同じような概念でこう成り立ってきたものなんだなと。で、まあ、気候というとその道教道家がからこう作り出されたもので、でチャクラっていうとヨガなので、やっぱりこう系統が違うだけで考え方は大体同じなんだなっていうところも、うん、知ることができました。でその正体って何かっていうと、はい、やっぱり自分のその身体意識って言いますか、自分の体に対するこう情報だけの意識ですよね。こう情報として存在して物理的には感じ取れないんですが、確かにそこに何かがあると感じ取れるものなんだなと、はい、今思ってます。はい、すごいこう俯瞰して気候のその下丹田、中丹田、上丹田とか、うん、ヨガのチャクラっていうのをちょっと俯瞰してこう全体像を見てみると、はい、うん、結局もともとはそこに何かがあるぞというその感覚、うんうん、っていうものから、ヨガの方たちはじゃあそれをチャクラ、輪っかですよね、輪っかとかこう回転するものみたいな、そういうものとして名付けてきた、うん、そしてそれがそのまま伝わってきている。で、気候では、はい、同じように、あ、この辺なんかあるよね、特殊なものがみたいな、そういう感覚を持った方たちが、うんうんうん、そういう下丹田とかね、うん、中丹田とか上丹田みたいな名前でこう続いてきてるみたいな、そういう感覚でいいってことですかね。は
そういう感覚でいいですよね。うんうんうん、で、私の目指してるところは、やっぱりそういうふうに感じ取るというのもものすごく大事なんですけど、うん、そこに固執しないっていうことも大事だなと。うんうん、全部を取っ払う考え方も、ものすごくこう、うん、意識が広がってですね、大事だなと思ってます。うん、うん。お、素晴らしいですね。はい。いや、ちょっと難しいですかね。いや、でも一つのことがこれって思ってしまうと、ここの外ってないものになっちゃうじゃないですか。まあ、そうなんです、そうなんです。その外を見れなくなっちゃうんですよね。うん。うん、なので、これもあるんだけど、あれ他にもあるかもねぐらいの意識でいた方が広がりが持てる、はい、ということですよね。そういうことですね。ってことですよね。はい。先ほどの話に戻ると、うん、科学で立証されてないから、うん、そういう、存在を否定するとか、そういうふうになってしまうと、本当に狭い世界になってしまうので、うんうん、特にこういう、はい、ことをしてる、立場からすると、もっとそういう垣根を取っ払って広く考えた方が、いろいろ能力進むんだなと思いました。はい、そうですよね。なんか一つ、はい、ちょっとふっと思ったことがあるんですけど、はい、年末に、はい、テレビでよく特番をやるんですよ。たけしの番組で、超常現象スペシャルとか、そんなやだったかな。おうほうほうほう。あるんですよ。はい、そこに毎年、大月教授って名前言っちゃっていいのかな。大月教授ってご存知ですかね。うんうん、なんか、はい、記憶にありますね。メガネをかけてらっしゃいましたっけ。そうです、そうです。なんとなくわかります。はい。方も、まあ、パフォーマンスっていうところが強いと思うんですけど、やっぱり科学で、こう、はい、物理学かな、人は。うん、で、そこで証明できないものは一切認めないっていう、まあ、手でやってらっしゃるわけですよね。おー、はいはい。すごいわけですよ。そこで証明できない方は、もう、絶対、うんうん、絶対それはないでしょっていう感じで、こう、対立するのをたまに見るんですけど、はい、あー、なんか、すごくいいものを見せてくれてるなって、いつも思いながら見てるわけですよ。うんうん、うんうん、うん。ね、外の世界って広いじゃないですか。やっぱりそこに可能性があるかもって思っとく人と、はいはい、可能性がないと思ってしまうのはすごい違いますよね、うん、なんかね。いや、違いますよね。はい、うんうんうん、本当に文献を読んでてもこれ嘘だろうと思いながら読んでしまうと、はい、そこの世界には入っていけないんですけど、うん、本当かもなと思いながら実践してみると、うん、あ、この人の言ってたこと本当だったんだなとか起きますしね、うんうん、はい、はい、そうですね。ちょっと余談ですいませんちょっと長すぎましたねはい、次行きましょう。はい、ですね、伝統機構と現代機構っていう言葉を私はこう、うん、最近知ったんですけどね。はい、で、伝統機構っていうのはやっぱり自分でこう鍛錬をしながら、はい、っていう感じ、イメージですかね。で、うんうんうん、対してその現代機構っていうのは、こう先ほど多分おっしゃってたような認知科学とかでしたっけ、分析科学とか、何でしたっけ、はい、まあ、ああいうのをベースにしたものを、要するに現代機構っていうのか、はい、ちょっとその辺、うんうん、説明してもらえたら嬉しいなと思います。はい、うん、そうですね、この呼び方は人それぞれで、うん、必ずこれが現代で、これが古典的なものでっていう区分けはないんですね。区分けはないんですが、ただ、考え方としては、やっぱり気候って、その中国から来たものなので、中国の文化とこうつながってるんですね。で、古い気候の文献だと、中国の皇帝大慶っていう医学書、古い医学書があるんですけど、そこに医学書と、ね、はい、言われてるんですが、うん、そこに気候らしきものが載ってるらしいんですよね。ちょっと私読んだことがないのでわからないんですけど、はい、その頃から気候っていうのはもう存在しててですね、うん、で、ある時中国からこう気候が消えた時期があるそうなんですよ。うん、文化大革命ですかね、というのが起きて、中国で、うん、文化大革命というのが起きたんですけど、うん、起きた前後で、うん、その前は古典機構、その後は現代機構、うん、みたいな考え方があるそうです。うん、あ、じゃあ最近で、はい、あ、ごめんなさい、ね、どうぞどうぞ。いいえ、いいえ、どうぞどうぞ。いや、なんか最近が現代機構というわけではないんだなと思って、ちょっと、はい、思ったんです、うんうん、今。うんうんうん、
そうでもないみたいです。ただそういう捉え方をしている方もおられるんですけど、でやっぱりその古典的な気功っていうのはですね、もう何年も修行していろいろこう体を鍛えたりして習得していくっていうのがスタンダードだったみたいなんですけど、現代気功の方になってくると、伝授というのが生まれてですね、自分のその気功の記憶をですね、まあ例えば師匠の記憶の気功の記憶を弟子にコピーしてすぐにこう使えるようにするとかですね、そういうところが生まれてきたみたいです。で特に最近台頭してきてるこう科学的な理論に基づいた気功ですね、はい、そういうトマベチ秀人博士ですか、はい、が理論立てて作られてる気候っていうものもあってですね、そこだともう結構こう伝授っていうのが当たり前に行われてて、すぐに気候ができるようになってるそうですね。ただちょっと私も家事なので言えないんですが、気候っていうよりは共感覚による内部表現の書き換えっていう技術と言われてますね。その伝授っていうのは結局パソコンのダウンロードみたいな、そういう感覚。そうですね、パソコンのダウンロードといいますか、そのソフトですね、パソコンに入っているソフトのようなもので、ソフトを入れればもう使えると、はい、そんな感じですね。伝授って、はい、パソコンはもう入れたらすぐ使えますけど、やっぱり入れてもらった時、冷気もそうですけれども、入れた時はまあ回路を開けるぐらいだよってやっぱ言われるんですけど、はいはい、そこからどんどん使っていくことでその回路が太く、パイプが太くなっていくっていうのは、それはやっぱり気功の伝授も同じですか？同じですね。ただ伝授する人のレベルによってですね、レベルの高い方が伝授されるともう最初から本当にすごくいろんなことができるようになるんですけど、そこからどんどん使って自分のものにしていくっていうのは同じ考え方ですかね。便利になりましたよね。便利になりましたよね。ですよね。修行してすごく時間かけてやるわけじゃないですか、はい、前は、はい、それは今伝授っていう形でいただけるっていうのはありがたいですよね、ありがたいですよね。はい、スタート地点がちょっとこう進んだ状態からいけるじゃないですか。そうそう、そうなんですよね。そうですよね、はい、なのでどん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 こう気候自体をですね、レベルアップ、進化させていくことができますもんね。分かりました。今年やる予定のクンダリーニの講座ですが、はい、そこでは特に何かこうクンダリーニ系の伝授とかそういうのを考えてらっしゃるんですか？どうしましょう。全然いきなり本投げましたけど。そうですね、全然考えていなかったんですが、はい、例えば、意識状態を深めるような伝授とか、あとはクンダリーニのこうエネルギーといいますか、そのクンダリーニを活性化させるのはエイン、例えば第一チャクラ、尾骨、仙骨、この辺ポイントになると思うんですが、はい、そこの感覚をですね、意識に上げやすくするような伝授とか、もう面白いですね。そういうのさせてもらってもいいかもしれませんね。はい、わかりました。すごい楽しみですね、楽しみですね。どうなるか全然想定できませんけど。私もさっぱりわかりませんけど、この後練っていかないといけませんね、一緒に。そうですね、練っていきましょう。はい、お願いします。はい、はい、今日このぐらいですね、私的には。また何かあったら質問させていただきたいと思います。はい、ぜひぜひ、はい、いろいろ質問してくださいませ。はい、ありがとうございます。はい、では本日の動画は以上です。またね。またね。Ha ha ha ha.